皆さんどうも、マキューです。今回はね、属高価社の当たりキャラだったりね、行くべきかについて完全解説していこうかと。で、この会社さ、少し前の3ヶ月前とかかな、もうね、1回来てて、まあ前もね、解説したと思うんだけど、前回とね、少し中身変わってたりするし、まあタイミングもね、違うってことで、今回もね、回すべきか話していくんだけど、じゃあまずはね、中身を見ていくと、そう、さっき言ったように前回とね、変わってて、その、前回いなかったキャラがね、まずね、入ってくれてて、めっちゃ欲しいってね、言ってる人が多かった、まずウルターデッドのね、夏読みサンタが今回増えてくれた。だからね、結構回すか迷ってたり、回そうと思ってる人ね、多いと思うんだよね。だからまたね、改めて動画撮っていくんだけど、じゃあまずね、先に当たりキャラについてね、話した後、その後ね、引くべきか話すんだけど、まず当たりキャラとしては、もうね、ほとんどね、やっぱ種族効果キャラのガシャになるから、まあ、種族効果のスキル持ってる時点で、ハズレは基本いない。うん。まず、ウルターゼット3体とも全員ね、大当たりかなと。剣王はね、メグミンとかと、勇ましでね、攻略する上で、体力してコンボ稼げてね、めっちゃ強いし、まあ、メグミンなしの場合もね、当然強くて、で次、航空の剣士はね、豪傑で、まあ、軽くね、最強レベルに、ね、出て、スパフィでね、フィーバー加速かな。フィーバー加速じゃなかったっけ？フィーバー入ったらバズゲージ溜まるかな。まだめっちゃ強い性能なんで、このキャラも使えて、で夏読みサンタね、前回入ってなかったキャラになるんだけど、スパフィでね、持続効果持ってて、もう言うまでもなくね、最強クラスのキャラになるんで、まあ、ウルターゼット全員ね、当たりになるんじゃないかと。で、取り勢行くんだけど、まあ、そうだね、取り勢ちょっと厳しめに行くと、そうだね、クグツ軍神は、まあ、スコアでやる人からしたら強くて、闇剣王もちょっとさすがに微妙になってきてるかも。で、暴走火の神は大当たりになるかな、取り図枠で。あと、レイとサンタはブラックサンタね。この不気味とニオロンはね、正直、まあ、あんまりちょっとね、重要視、現状してないから、俺的にはね。うん、レイは、不気味が強いって人はワンチャン強くて、で、ブラックサンタはね、ちょっとニオロン結構種族効果ね、他にもいるから、まあ、近日シュートがいない人は全然強いんだけど、まあ、無理してちょっと追う必要はないかも。やっぱ 0.1 ってのもあるからね。うん、ウルターデッドと比べると。だから、取り勢は、さね、暴走ひなしんとかね、まあ、スコアで頑張りたい人は、クグツ軍神とか、その辺はね、結構当たりになってくるから。まあ、でも、外れまではいかないからね。うん。で、次、ダブゼは、そうだね、ダブゼの当たりは、キラチャラね。このキャラマジで、未だにダメカットね、種族効果でマジで強くて。で、あとさね、コキビも復活と、まあ、最近ちょっとプリチのベスパにはね、外れてきてはいるんだけど、まあ、全然強くて、まあ、カンチバルとガラピオン。まあ、それは特にカンチバルかな。うん、ガラピオンはちょっと使わなくなってきてるから、カンチバルやっぱダメか運ゲーでもね、できるし、この辺は当たりになるんじゃないかと。で、Z ランク C っていうなら、獅子舞と、まあ、カッパとかパンドラ、この辺は Z ランク、うん、以下でも未だに使えるかなと。まあ、SSS とちょっと SS はさすがにいいかな。まあ、こんな感じになると思うんで、基本はね、やっぱね、ウルトラ Z 3体とか、まあ、2体とか持ってない人は、かなりね、引き得になるかしらと思う。うん。もう若干今ね、引くべきかについて話しちゃったんだけど、次ね、まあ、引くべきか話すと、さあ、今言ったように、ウルトラ Z だったり、取り勢ね、持ってないキャラが3体とかさ、4体、5体いるって人は、まあ、し得だと思う。うん。まあ、でも逆に、その前回生かしまして、今回さ、夏読みサンタ持ってないの、やっと入ってくれたから回すかっていうので、1点狙いね、しようと思っている人いるかもしれないんだけど、それはね、ちょっとあんまりおすすめしないわ。まあ強いから、50連とか100連って決めてトライするのはいいと思うんだけど、出るまでとかするとね、たまにマジで500連とか、マジ1000連とかね、して出なかったとかやっとれたっていう人いるから、まあ1点狙いとかはおすすめしない。うん、せめてね、2、3体欲しいキャラがいて、それで回すっていうのはね、結構おすすめなガシャになるんじゃないかと。まあ今回ね、せっかくね、種族効果者、まあもう今後ね、来るかもわかんないんで、まあ基本ね、持ってないキャラ多い人は回してね、いいガシャになるんじゃないかと。で、もしね、回したよって人は、良ければね、コメント欄で合宿結果教えてくれればいいかと思います。はい、というね、今回は以上になります。良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。